ちょっとやっていきましょう。いや、私も本当にね、何もかもわからない。一回配信でやったことあるんですけどね、GTA。可愛くないですか？この、これ、ドアって、ほら、ちょっと待って、ドアの開け方教えて、誰か。これは？うわ、何これ？なんかさ、適当にランダムで電話かけようぜ、これ。一回も話したことない人とかに。いや、いないか、もしかして。やってない可能性もあるのか、普通に。GTA。いきなり無限の可能性感じるな、これ。え？これ始まってる？かかってない？インしてない？いないか。そもそもいないのか。はい、もしもし。いや、いないか、もしかして。もしもし。やってない可能性もあるのか、普通に。GTA。いきなり無限の可能性感じるな、これ。もしもし、これ始まってる？聞こえてますか？かかってない。かかっ、あれ、インしてない。めっちゃいいちょ。なんだったで今の。そう、なんだ、英語で読めね。あ、向こうがさ、いるかいないかって。あ、設定で声入ってない。はい、もしもし。向こうがさ、いるかいないかって。あ、設定で声入っ、はい、あれ、あれ、今水戸先輩の声だった。よし、リフレッシュ。バグがあるんだ。へえ、もう一回かけよう。はい、もしもし、こちらソフィアです。大丈夫ですか？大丈夫。おもれ。神ゲーだろこれ。はい、もしもし、こちらソフィアです。大丈夫ですか？大丈夫ですか？荒い呼吸が聞こえました。犯人に追われてるのかな？大丈夫かな？よいしょ。サノマビッチ。お前、あー、燃料がありません。あ、もう燃料がないんだ。 NPC の車だからか。ちょっと急に犯罪を犯して、あ、今の犯罪に入るんだ。 GTA だったら日常かと思ってた私。怖いな、あの人。ちょ、明らかに魂入ってる動き方してる。怖い。あれ、クレアシスターじゃん。こんにちは。クレアシスターだ、こんにちは。さっき目撃したんですけど、うん、なんか車、え、走ってる。ああ、事件が起きてる。え、裸の人が走っていったけど、え、何？え、私が見てたからやめたってこと？走ってる。かなり面白い。車、何？車。なんかあった？え？写真撮っとけばよかった。逃げろ！乗せてってくれ。誰だあんた。NPC じゃなかった。乗せてってくれよ。何、どうしたんだ。もうちょっとどこでもいいからさ、海の見えるところ連れてってよ。おお、いらっしゃい。海の見えるところか。あれですか、なんかご飯とか全然おごってくれてもいいですよ。あ、じゃあそこにコンビニあるから一回。あ、いいですか。いや、ありがとうございます。おいっす。まあ、せっかくだから乗りかかった船だから、あと何か行きたいとこがあったらそことりあえず連れておくけど。え、海連れてってください。海なんもないよ。え、なんもないんですか。え、でも楽しいですよ。よいしょ。人の車に何やってんだ。おい、間違えました。いや、ちょっとこれボートハウス。わー、え、綺麗。
え、真っ黒すごーい。え、綺麗。え、これ泳げたりとかするんですか？あ、いける、めっちゃいける。おー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 、制服で。え、すごいですね。え、なんか満足しましたか？結婚がある。え、なんか今逃げようとしてないですよね。いや、満足したかなと思って。あー、なんだなんだ、え、そういうことか。そう、うん、いやいや、まだまだ全然連れてってくださいよ。どこ行くんですか次？いや普通に事務所戻ろうかなと思って。あ、事務所、事務所、社長さんいます？それ、まあいると思うんですけど。あ、え、見たーい。あ、いた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 、うちの社長っす。あ、すごい。おかえり。あ、どうも。社長さんですか？あそうだな、このビルの所有者ですよね。こんばんは。あ、こんばんは。すごい。ちょっと後ろ乗っていいかい？あ、いいっすよ、乗ってください。すごい。社長さんの連絡先交換したい。あー、いいよいいよ。セラさんはどういう役職なんですか？ギャングの魔法少女って。ギャング？あ、違う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 、あの、前の仕事で、前の仕事で構成して、じゃあ構成したんですよ。前の仕事で構成して、でも今優秀な、優秀だから、優秀な人が来てるから。そうそう、それそれ。前のね、前職が外国人でして、日本と間違えました、すいません。セラ、座標わかるかい？これから行くところの。あ、銀行行くんですか？あれだよ、銃作ろうぜ。あ、オッケーです、銃作ろうぜ。黒いワンピース買いたいと思いまして。黒いワンピースのインゴか。はいはいはい、ショッピング。ロスワンピースはそういう風に言うんですよ。あ、なるほど。あの、ワンピース買った後ですね、ショッピングあったら、このメンバーだったら、人質、あ、違うんですね。何なの？ちょうど、なんか、できるかもです、銀行だったら。はいはいはい。あ、そうね。なんか、ちょっと日本語難しいっすもんね。ロスサントスはね、ロスサントスですからね、まあ完全なね、ネイティブの日本語とちょっと違う感じですからね。そうですよね。そうなんですよ。いいな、遊園地も運営してみたいな。そう、ほら、今左手にありますよ。おー、見えますか、あれ。ねえ、おー。へぇー。そうかそうか、そんな事業にも手出してみたいな。テーマパークだ。おー、かっこいい。もういろんな娯楽景気やめましょうよ。大人から子供まで楽しめるテーマパーク作ろうぜ。やりましょう、やりましょう。うちはキャバクラとかしないんです。あ、キャバクラ？え、なんでもないんです。よかったら、番号公開しましょう。しましょう、しましょう。そういえばしてなかったんだ。友達増えたなぁ。受け入れ。友達。大丈夫、これからたくさん友達増えるよ。あー、よかった、友達増えるんだ。共有、マイカードで共有したら。この後友達でパーティーするから。あ、これか。好きなさんも来る？パーティーしましょう。パーティー。パーティー？パーティー。はい。え、パーティーするんですか、これ。たくさん楽しい人たちが集まるよ。パーティー行きたい。あの、同じ仕事してる社長とかに会えるよ。あー、じゃあちょっと見てみようかな。あれ、なんか制服着た可愛い女がおるじゃん。いや、なんか、はじめまして。あの、はじめまして。オリバーさんって人にご飯をおごってもらって、そしたらなんか、これからパーティーするから来ないって言われて。ああ、この人、この人、あの、同じ仕事してる社長さん。あ、社長さん、すごい、社長さんすごい。パーティーがあるって聞いたんですけど。あ、パーティー？うん。あ、じゃあ今度わらわパーティーするとき招待するよ。おー、ありがとうございます。これからあるパーティー呼ぼうかなと思って。え、なんか楽しそうだなって思って。で、この辺りの箱の中から、もしかして水戸さんはもうギャングの道に進むってことなの？やっぱギャングじゃねえかよ。あ、何がすか？早すぎる。ご飯食べないかとか。はい、ごめんなさい、間違えて乗っちゃいました。何しようとしたんですか？間違えちゃった、ごめんなさい、ごめんなさい。大丈夫ですか？全然間違えた。びっくりしたー。まあまあ、だってまだ見せねえんだよ。車の興味あって当然じゃん。あ、そうですよね。そうなんですよ。乗ってみてよな。逃げようとしたわけじゃないですよね。逃げようとしてない、してない、全然。うん、こっちの、あ、オッケー、行ってみましょう。こっちに。あれ、どうしたんですか、オリバーさん。いや、なんで怖い。どうした、あ、びっくりした。あ、じゃあ、出ましょうか。ごめんなさい、ちょっと、間違えちゃった。間違えちゃった。そうっすよね。どうした？ごめんごめんごめん。困ってんのか？間違えた。完全に間違えた。まあ、間違えることぐらいあるよ。ごめんごめんなさい。そうですよね。ごめんなさい、ちょっと何もわかんなくて。わかんなくて困ったら大人に聞けばいいんだから。そうですよね。
あれ次はさん、これあげる。え、あ、ありがとうございます。これですか？これです。はい、多分バット。わー、かっこいい。なんかあ、ごめんなさい、間違えた。ごめん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 なさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、間違えた、間違えた。ちょっとやってみたくて。こんにちは。こんにちは。え、どなた？アルス。あー、アルス。こんにちは、アルマルさん。アルスさん、仕事何やってんだっけ？仕事今ゴミ拾いしてたん。ゴミ拾い？ゴミ拾い。布、布持ってくんの忘れた。メインがそうなの？あ、布あげようか、アルス。え、買う。いいね。あ、買う？平和な職業もあるんだね。布どんぐらい欲しいの？なんでそんなハハしてるんだ。いや、なんか、なんで私今銃作ってるんだろう。いや、あのね、かなり危険な世界だから銃持ってた方が安心するって。それは確かに。ご信用、ご信用、大事よ。銃はやっぱいいですよね、これね。いいよ。これね、これいいですよ。うん、みんな持ってますよ。そうだよな、みんな。なんかアルス普通の服着てるじゃん。これ一般人なりきりセット。ああ、そうなんだ。うん、あ、これわらはもう一般人なりきりセット。目立つ。ただのゴミ拾いの人じゃないの、アルス。一般人なりきりゴミ拾い。他何やってんだ？装ってる。装ってる、何なんだろう。怖いな。選挙。あ、もちろんもちろん。多分そのうち銀行強盗やるからさ、うん、まあ、人数欲しくなったら言ってよ。ありがとう。あそこ大人数だとただ小さいになるだけだから。うわあ、痛い。いこれってちなみに、うん、もうやったら後戻りできない。小さい方がいいか。あ、いや別に、あの、どうだろうね。捕まっても別に。捕まっても別に。そっから新しい人生始める人もいっぱいいますから。あ、ピンぐらい。あ、ちなみに、あれですよ。あ、じゃあ、ね、うん、また、ま、マジな話、まだ若いから、やりたくなかったら、今、ね、送りますよ。え？まあ、まだ今、いけるかな。うん、だって今、めちゃくないだったら今、そんなことは。あ、でも、うん、いい作戦あります。あの、人質やって、もし、バレて捕まったら、うん、あの、先輩は、ま、自分は人質で、何も悪くないです、みたいな感じで。あ、そうっすね。あ、はい、言えば。そういうことも言えるの？っていうか、はいはい、許されるの、そんなこと。あれ、はいはいはい。あの、なんか、僕らに銃返してくれたら、返してくれたら、要するに、あなたが人質やってくれてもいいですよ。うん。じゃあやってみようかな。あ、助かります。僕が、僕があなたを、はい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 、銃突きつけてるふりをします。了解です。私なんか妹します。手あげるやつとかあるのか。あ、いいっすね。 X ボタンできますよ。 X ボタンね、うん、あ、これね。ボス成功したら。おー、いいね。やべ、来てる。助けて。ヘリの音した。ヘリ、助けて、助けて、撃たないで。おい、くんじゃねえぞ。撃たないでー。撃たないでください。助けてください。一般市民です。もうちょっとやる気出せ。いや、助けてください。もうちょっとやる気出せ。殺される、殺される。いやあなたじゃなくて、あっちあっちあっち、向こう向こう。ああ、そっちか。撃たないでー。動くねえ。こっち来ない。こっち来ない。道路あっちのガードレールまで下がれ。私が、ほら、私がですか。カナさん、なんか全く緊張感なく、うちのボスたちがなんか逃げるぞって言っても全然なんかハッキングに集中しちゃってて何もしないんで、もうちょっとだけ待ってもらっていいですか。わかりました。待ってくれるっていう感じなの。いや、一旦ちょっと待ってね。一旦メタな話なんですけども、うん、今回の人質は委員長さん一人ですか。はい。あ、委員長さん、プレイヤーの人が人質の場合は2つそちら条件を提示できます。例えばヘリコプター禁止とか、あと3分間車での追撃禁止とか。あ、いいっすね。で、散歩禁止でいいんじゃないですか。ヘリコプターもらうことできます。それはさすがに無理です。オッケーです。じゃあヘリは、ヘリどっかしまえ、一人上。はい。ヘリでの追跡なし。なし。
じゃあ 3分間禁止がいいんじゃないですか。まあ、3分間禁止で発砲と、じゃあ3分間発砲とそのバイクもらえます。このバイク、そちらの車両はないですか。車両がね、なんか壊れかけの1個しかないですよ、ね、ちょっと車用意しますね。あ、いつか合わせた。ありがとうございます。優しい。車用意するよ、俺らムーン。大きい声出さないで。大丈夫ですよ、すぐ下がれ。何近づいてんの、お前。大きい声出さないでください。いいのか、だ若い命、ここで撃っていいのか。え、ちなみに、あ、ごめんなさい、わかんないけど、人質で持ってって車乗っけていいんですか。人質はあれですかね、1個置くのかな。ここで解放するんですか。解放条件としてだからね、作法があるんだ。わかりました、解放条件。じゃあ、じゃあいきますか。せ、じゃあ、よーい、カット。え、何。え、バス、お前ら、じゃあ人、お前ら、車用意したの、お前ら。いやー、なぜー。いやー、攻撃ができるんだ。いやすぎる。おい、人質奥行ってろ。うちら今交換条件出したから、お前奥行ってろ、お前。奥行ってろ。じゃあこっちの話聞け、こら。ちゃんと車用意したな。こっち話、兄貴話つけといたんで。兄貴と、兄貴とセラの姉子はあの車で逃げて。人質はここで解放です。人質は解放、人質は解放、人質はここで解放だ。はい、解放だ。怖かったよ。お前ら車に乗れ。車に乗れ。車に乗ったら始まるぞ。何が始まるっていうの。今からチェイス始めますから。チェイス。よかったら乗りますか。乗ります。なんでだよ。いけー、のぞみー。はい、車、これ何色です。車何色です。オリバーの車。絶対勝てよ。絶対勝ちます。え、見失ったけど。いやいや、いや、あのチカチカ光ってるやつでしょ。あれ仲間っすね。ですよね。敵見失って、もしかして。あ、敵がね、ちょっと白い車見つかないですね。うん、何やってんだよ。あれなんか速度遅くなってきたな。あ、まあまあまあ大丈夫ですよ。ガソリンかな。あ、まあ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 。あ、でもパトカーは見えた。あ、よかったよかった。出て下噛んだ下噛んだ。あれ、のぞみ。ここどこだ、のぞみ。あれ、降りた、もしかして。ちょっと私、車の近くですよ。なんか聞こえたな。あ、いたいたここに車があるんですよ。街はどれぐらいいる予定なんですか。あ、もうどんぐらいプレイするかみたいな。あ、そうですそうです。いや、どうしようかなって思ってて。なんかどっか就職とかしないんすか。いや、ちょっと飲食とかね、平和なやつ始めたいなって思ってたんですけど。いいじゃないですか。違う違う。おい、滝壺行くぞ。このまま。死ぬて。あ、待って、動かない。死ぬて。ちょっと待って。嘘だろ。ちょっと待って出なきゃ。あ、死ぬ。やばい、まずい。助けて。死ぬ、やばい。助けて。死ぬ。ちょっと待って。待って、これやばい。ちょっと水飲もう。水めっちゃあるけど。奥さんでっか。あ、助けて。助けて。水の中にいるんです。市民一名、石神一名です。ソフィアターン。あ、やばい、ソフィア流されて。ソフィア。無理なのか、もしかして。もう、もう、あ、ソフィアソフィアの顔流れた。これさ、一旦車が閉まってもいいかもしれん。はい、あー、待って、なるほど、車閉まうね。うん、お、できんだそれ。あー、やったー。よし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 。あ、いけた。ありがとう。あー、死んでる。はい、助けて。あ、溺れて弱った。星川。あ、ここです。あれ、星川さん、あ、こっちです。星川さん、助けち。よし、行くぞ。やった、ありがとう。ありがとう。ごめんね、遅くなって。いやいや、もうとんでもないです。助かりました。あ、すごい、おもろ。悪いことはやめたんですか。ん、何何の話。あ、何もないです。あれなんですよ。なんで私今月野さんと いたかっていうと、はいはいはい、なんか犯罪を起こした方がいて、 ATM 強盗で、なんかそれでちょっとこの妊婦さんがなんか人質に取られてたんで保護したんですけど。人質だったんです。ああ、あれ、私本当に人質。いや、本当、何何何の話。月野さ
さん終わったらちょっとお時間いただいても大丈夫ですか。あの5分ぐらいでねすぐ終わりますんで。あ、違う違う、私普通に人質散歩してたら捕まった。まあ一応終わったら取りし持ち物検査だけさせてもらっても大丈夫ですかね。うん、いいよ全然大丈夫ですかね。ありがとうございます、助かりました。あれ、あれ、シラさん、あれっす、あと、あの、料金払っお願いします、払っといたんで。オリバーさん、じゃあ行きますね、そ、じゃあ、オリバーさん、じゃあ、立って、オリバー、はい、やろ、オリバー早く助けてくれ、私はあいつを追わなきゃいけない、助けてくれ。こういう仕事も悪くないかもな。あ、すいません、スマホさん、何の手追いではあります。ありがとうございます。おい、いやー、どこ行きたいとかあります？これで解放されたんですけど、どこがおもろいのかな、何にもわかんないですよね。あ、でもあれだな、うん、一旦ちょっとあれだな、どうした？一旦取り調べですね、月野さんは。あ、やべえ、なんか用事思い出した。あっち行こう。あ、さあさあ、ちょっとそれ、いじてて止めてください、ちょっとやばい、ちょっと、あれ、私どうしよう、散歩、これちょっと、ちょっと一旦降りていいですか、私一旦降りていいですか、散歩、あ、ちょっと待って、あ、待って、待ちなさい。よし、向こう散歩行こう、ちょっと、あ、ババアどうしろ。これチェイスですか。あの、どっちも、ちょっと待って、いや、どっちも止まってください。はいはい、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、待って待って、何かい、何かい、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、どうしたかい、ちょっと待ってね、何かい、こう、痛い痛い、怪我人、怪我人、怪我人ですよ、やめてよ、痛い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 よ、なんでこんなことするの、やめて。じゃあこれ、じゃあ警察まで連れてってもらって、ひどいよ。はいはいはい。あ、松葉勢、あ、ちょ、止まってください、止まってください、ちょっと止まってください、はいはいはい、痛い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 、痛いよ。でも、なんか今荷物見させてもらったけど結構大丈夫そうだね。おし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 、お姉さん、なんか怪我意外ともなかったっすね。お、なかったっすか。じゃあ解放してあげましょう。じゃあお姉さん解放しようか。はい、すいません、5人逮捕でした。すいません、冤罪です。助かった、ご協力ありがとうございます。ちょっとね、最近犯罪増えてるから、ポンコツ警官で助かった。委員長、委員長、あ、感想、ただの感想、痛い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 。じゃあ行ってますか、ここ。はぁ、よかった。じゃあお姉さん、危ないことしちゃダメだよ。ちょっと、一緒、じゃあこれイブラヒムさんところを送り届けますね。うん、 OK です。何やってるんですか、イブラヒムさんって。イブラヒムさん、あの車屋さんのやってるんですよ。おお、いいっすね。すいません、ちょっと市民の方が、あの車買いたいみたいなんでご案内していただいてよろしいですか。車、車ここじゃないです。あ、委員長、車さんじゃん。あ、ゆうひりり、あれ、車どこっすっけ。車はね、あ、車案内しようか。え、いいんすか、いいんすか、いい、感謝。ひるちゃん、どうしたのその格好。え、私ね、プライベートが忙しいからこっちのね、方に。え、ちょっと、どういうこと。お、やった、買っちゃった。なんか何も考えずに買っちゃった。まあまあいいんじゃない、乗ってく、乗れたら、乗れたら一緒。いや、俺車あるから。あ、いいの。うん、よし、行こう、頑張って。あ、ごめんごめんごめん、嘘嘘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 。よし、なんとかなった。よっしゃ、これで自由の身だ。どこ行こっかな。あ、カフェドレイクだって、バンチ8170、いいね、カフェ。いいじゃんいいじゃん。あ、なんだ。はい、もしもし。あ、もしもし、大丈夫でした。誰ですか。オリバーエヴァンスです。犯罪者。よし、